ームは4人で協力するやつですよね。そうなんです。4人まで。じゃあ僕が1位やりますよ。はい。で、あれ僕が1位でしたっけ？だから僕はプレイヤー1位になっちゃってます。ああ、ああ、やばいやばい。交代しますよ。バン。まあ、前回と違うから交代しましょう。良くないですか？色が違うと。また色がまた違うとか言わなきゃいけないから。油がさ。いやいや、まあ、今一瞬でしょ、触ったな、油。大丈夫ですかこのメンバーで。僕らがべったりいってるから。じゃあプレーカーをしてもいいんだね。そうそうです。はい、それさん、はい、全部それさん。これ青いのが私ね。はい、じゃあ僕は、おーしよし、来た来た。オレンジ。はい。どうしよっかな。これにします、僕ら。いや、もう明らかにキャラで見分けがつく感じにしてよ。確かにね。肉の芯。かぶんない方がいいかもね。うん、だから色がすごい違ってるとかがいい。こいつ僕好きです。あ、こいつにしますよ。ポップスにしますよ、僕。どれ？フォックスにします、ウィスカー。ウィスカーね。はい。ウィスカーね。なんで勝手に名前してるの？フォックスでいきます。フォックス。よし、じゃあこれでいきましょう。あ、犬見ても見えるけど。それもクリアしてますね。クジラザクリアして。オリオンクリアした。難しいとこから。多分これもうラストステージなんですけど。ラストステージ。キャンペーンはね、これで終わりそうですよ。もう鍵ついてるとこないんで。はい。これ2個やればもう。キフェウスザ2個2個あと2ステージってことですよね。まあまあ、おそらくこれが終わった後隠しボスみたいなやつがバーンって出てくるんでしょうけどね。ないんですか。でも今それを言っちゃうとなんか攻略サイト見た人みたいになっちゃう。マジで知らんからね、うん、本当に知らないから。僕もちょっと適当にちょっと言っちゃいました。でボスっぽくないよね、このキフェウスザ。まあまあ確かに、ラスボスはないから。確かにね、確かに最後対象ですしね。多分ラスボスはあのメガネかけてる右下にいるウサギみたいなやつだと思う。そんな展開なんですか。身内。はい、身内。そんな嫌な終わり方するんですね。多分そうだと思うんですね。じゃあやっています。とりあえずやりましょう。行こう。やった、お願いします。キャップ。あ、これガンボールゼロでいいよね。そう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 、はい、もう前回のやついい。前回のベリードールがひどかった。最悪。いろいろね、これステージとかポイントが貯まると別の船に乗り換えられたりするんですけど、もうそれがすげえ上級者向けっていうか、めちゃめちゃ難しかった。パワーが強いとかあるんじゃないですか。おそらくパワーは強いの。なんかね、この武器を乗せれる範囲が狭いんですよ、こいつ。なるほどなるほど。3つしかお題がないんで、だから多めに多分、そうね、パワーアップアイテムを少なく強くできるんですけど、今回は4人いるし、まあまあまあ、使いやすいやつだよね。最初に2人でやってた頃から考えたら倍の人手になった。いやいやいや、そうです。全然違います。倍強いと思ってる。お、楽しそう。うわ、カード忘れちゃった。あー、俺も完全に忘れちゃった。あ、黄色ね、黄色が僕のシールドがしたかったんです。わかる、使い方。え、なんか、ヤマトキャノン。後ろじゃ。え、あ、地図見た。見ました。下にあるね。真下ですね。真下行きましょう。はい、あ、今操縦しているのは僕が受けします。加藤さんは下を打ちます。僕は壁シールドします。じゃあ僕はメイン。あー、なんだ、何撃ったの。何撃ったの。撃たないでやりください。ギャラクシー団長、黄色の人。ちょっと最悪マジで。いや、良かれと思って。良かれと思って。何もしないのにちょっと減ってんじゃん、もう。良かれと思ってなんだから。プレゼント、ハートある。ちょっとやる。あー、それか。これか。それあんま良くないですか。あんま良くないね。ちょっとやる。いいんじゃないですか。いらない。ですよね、あれもね、打つとね。あ、一撃打ってんじゃん。一応あの青いやつ打つと爆発して衝撃が来るんで、青いやつ打たないように。そうそうそう。でも、あれを打ちたい。あ、来てる。できてる。バリア。いや、やってますって。あ、バリア。うわ、これでも太陽に当てちゃうわ、絶対。いや、全然動かない、これ。全然動かない、今。青い太陽怖い。早く。エンジン全開なのに。うわー、危ない。いや。いや。誰か撃って。よしよし。うわー。よし。なるほど、もう閉じ込められたら太陽を撃てってことね。なんか下にあるから。わー。よし。でも4人いることがやっと生きてきてますね。そうですね。うん、全然違う。今左の方向に向かうなら僕は左の台座に移動します。左に行きます。左にね。
本当はちょっとむずいっすね。そろそろ下に行きますよ。ちょっとね、難しいね。ちょっと難しいっすね。じゃあ下の砲台に移動します。じゃあ僕はヤマトキャノンを打ちます。ヤマトキャノンって何なの？ヤマトキャノンはなんか超必殺技みたいなやつですけど、ヤマトキャノンがちょっとわかんない。これです。ボブボブね。わかんないですけど、ネーミングの、ネーミングの由来。ヤマトキャノンっていう名前なんですよ、でも本当に。そうなんですか？そう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 。多分何かが勝手に名付けたわけではない。ずっとゲーム実況でヤマトキャノンって誰も名付けなかった。みんなよ、人の配信そろそろ一回地図見ましたね。いや、もう良くないですかって。ほら、全然違うとこや、ほら右だ、右だ。こんなとこ行ってるんですか？あと、なんかワープもありますね。ワープもあるんですよ。だから、困ったら一回ワープに行ってもいいですか？そうですね、まあ、一旦右行きましょう。じゃあ、僕も台座を右に。恐れなくは、ヤマトキャノン係でもいいよ。あの、かなりいらないですよ。あ、じゃあ、ビスコミが遠いんですよね、結構。なかなかね、係にしちゃうとね。そう、そんなね、打ってほしくないんですよ。なんで全然聞いてない、これ。だあんまりね、重要な時に打つと下からなんか圧ってるんですよ。ほんとだ、圧が多分、マップの端っこだからね。あー、でそういうことなんですか、多分。あ、ほんとだ、下からのプレッシャーは。クンナーズはすごい。バリア係楽すぎねえか。まだいらないか。いや、交換しますよ。いや、嫌だよ。いや、今ね、あんまいらない。今いらんからさ、うん、今は砲座にいてくれた方がいいかも。下砲座、いや、別に砲座に。あ、楽しい。まあ、このゲーム楽しいな。いや、いろんなことできて。嘘を言うな。いや、違う、いろんなことできて楽しいな。また通り過ぎてますね。いやいや、でも上でいい。ヤマトキャノンやってみようか。ヤマトキャノンやってみ、やってみ。いや、まだヤマトキャノン。今いらない。なんなら何も当たらないし。いや何かに当たるかもしれない。ほら、こういう時に使うってよ。これしか入ってない。でも頑丈なんで。ちょっと左下、誰か行って。左下バリア上がりましたね。あ、わかった。罠だったね。さあ、これは進入大事ですか？これは進入大事かも。倒すだけ。いや、ちょっと気持ち悪いな、集合体は。誰も撃てない、誰も撃てない。うわ、勝手。ちょっと、離れるか。あー、ない。うわ、4人いるとむちゃくちゃ楽だ。ここバリア係生きてますね、でも。うちとバリアが1人ずついれば、うん、1体ならいける。あ、離れこれどっちも無事ですよ。ジェム欲しいですね。ジェム欲しいですね。なんだか、あー、あいつだ。出た。まだ出ました。ほらー、気持ち悪い仲間。ウサギみたいな。ちょっと俺があんなに連打してたのにビーム一線で潰すのやめてよ。そういうものなの。めっちゃ悲しくなったじゃん。やり行きますか。やり行きましょう。ビックスベコラップみたいなの含まれてるね。あ、本当だ。ちっちゃいのと大きいのがあって、なんか意味があるのかね。守ってますよってことなんで。なんで今打ったんですか？岩があったからさ。で、打ちたかったけど。岩は壊しといた方がいいの。乱さないでよ。岩が壊しといた方がいいの。いい感じだよ。よっしゃ、ミクノシンの役なんなの。いや、最初やっぱり慣れるために。あ、危ない。誰今操作してんの。誰。ほら活躍してる。危ない。うわー、ちっちゃいダメージ食らないだけでもね、やっぱり。いや、だいぶ違う。爆発かな、これ。爆発かも。うわでかいの来た。やばい、なんだ、なんだ。ヤマトキャノン係。オッケー。いや、違う、そこじゃないよ。違います？うん。あ、いや、そろそろよ、そろそろ。ヤマトキャノンですか？あ、いや、もう、死んじゃった。ヤマトキャノン。難しいな。なるほど、こういう気持ちだったのか。打ちますよ。何も打たないです、今離れてるから、ちょっと。地図を見ようと離れてんだから。ちょっと、全部がめちゃめちゃパニックだわ。ワープに乗ります。チームワーク、チームワーク。ワープします。ワープしますか。
会話がやっぱ大事ですね、これ。そうそうそう、ほうれん草が大事なんだから、これギャラクシーさん乱したら、乱してないって。あら、あ、言ってくんないと防御もできないってもんですよ。いや、今の俺じゃないよ。今の俺じゃないって。カエルよ。カエル誰？カエル、カエルは僕じゃない、僕フォックス。カエルな。え、カエルって誰？おめえじゃねえかな。さっき見たの、見てたの、ちゃんと。あ、これ、あ、どっから来るの？大丈夫ですよ。レーザーある。あ、レーザー、いった、上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 から。ジェムでパワーアップしましょう。どうするどうする。上からメタルだからバリアにします。あ、いや、あれじゃないですか。え、あのジェット、ジェットというか、あー、操作ちょっと巻き菱が出るから。はいはい、しました。いやいやいや、なんか閉まった、なんか閉まった。え、なにこれ。あー、取られた。なんか閉まった。お前、しんどいとこに。誰誰誰誰、ヤマト、ヤマトキャノン頼む。おー、うまい。恐れさんくん、ヤマトキャノンの使いどころむっちゃうまいじゃん。あれをね、押さないと開かないの。赤いボタンじゃないですか、あの上の、うん、打とう打とう、誰誰。じゃあ上を向きます。で、上から抜けるか、うん、はい、よしよしよし、OK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 、 じゃあ、よしよしよし、行きますよ。で、あー、ここ気ぃつけていきましょう。バリアを。OKOKOK、 いけ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 。何この、あ、これもダメなのか、2人も。2人も当たるんだね。上方向に敵がいる。いるいる。いいね。いや、いいな。これやっぱ人数いると全然違うわ。全然違うわ。やっぱり。あー、おやーが、おー。ちょうどよかった。あー、あー、おー、右手側にもちゃんとある。え、これ？これじゃない。あ、これはないな。あ、ちょうどよかった。誰撃ったの？撃たないでよ。あ、あ、でも真ん中のやつは殺さないと。そろそろ撃ちいいね。弾き出されれば違う。バリア動いてるときは。誰も撃たない、誰も撃たない、誰も撃たない。痛い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 。攻撃本能すごいな。いやいや、待って待って待って。左下よ、左下よ。あ、いいよいいよ、もう撃ついいよ。撃って撃って、誰か撃って。誰も撃たない、誰も撃たない。誰か撃って。あ、いやいやいや、終わる。ああ。オッケーオッケー。撃て撃て撃て。あれ？あ、もういいよ。あ、いや、撃て撃て撃て。いいよいいよいいよ。あ、よし、敵は倒す。あらあらあら、もちゃ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 。固い、パワーアップしたい。よっしゃー、よっしゃ。次のステージに行く前にパワーアップ1個もらえますからね。まあそうですね。ここ でもこう最初の段階のうちにジェムを手に入れといた方がいいのかな。あ、ステージ簡単なうちってことですね。まあそうなんですね。ボーナス売れるぐらいね。ひょっとしたらね。さあ、どこをパワーアップさせるか。星の崩壊っていうね。ほら、やっぱ裏切りがあったのよ。不穏な。ちょっとそれはやりたいですね。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。え、ダメなんですか。なんか僕の左に工具とか。あ、パワージムがある。パワージムどこにあります。工具はいいです、そこに置いといてください、適当に、うん、あ、あ、バカ。え、なんで使うの。もう一回そのダイヤみたいなやつ拾って。あ、ちょっとどこどこ拾って、はい、真ん中に。はい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 。ジェムをね、どうしようね。ジェムをどうか、ヤマトキャノンにやるか、砲台にやるか。砲台にやりましょう。今人数が多いから。右か左か、下下かな。上にあるからレーザーか。じゃあそうしましょう。いや、でも上のレーザー連射力がないから左右にした方がいい。鬱陶しいな。どう仲良くしましょう。めんどくせえ。ラバーズですよ。ラバーズですよ。まっとうなとこに。まっとうな。じゃあ左につけますよ。つけましょう。はい、よっしゃ、これでいこう。キャノンになった。昇級したいですね。っていうか、誰か、いや、今回はミクロシーに、あの、操作をしてみたら。あ、運転。え、運転ですか。じゃあ、運転、はい、お願いします。どれでしょうね、真ん中。白い星が爆発する。え、なんかめっちゃいる周りに。なにこれ。今すぐ助けないと。変わってるんじゃないこれ。なんか、
うわこれは怖そう。あこれ撃ったらやばいやつじゃない。いやいやでも撃たないとか慣れられない。で周りにいっぱいいるから助けないといけないんだよね。あそこか。なるほどね。どこですか。うわあ、あれ誰勝手にバリアに使われてるけど、メタルが。いや、バリアはメタルしかないでしょ。じゃ左下の森みたいなとこ行きます。いや、もう全部あるね。わあ。だからもう、急いで、今4分44秒しかない。ちょっとそれは、じゃあ行きましょう、行きましょう。その間に、じゃあ、左のあの、なんか囲まれてるとこから入って、女性みたいなとこに。さらに、あっこは2人組ですからね。こう回って、じゃあ、あの、ワープみたいなの入りますか。これ、全員助けないとダメよ。いや、棒だもんね。できるだけじゃないですかね。行こう行こう行こう。爆発する前に。じゃあ行こう。よし、行きましょう。僕、バリアやろうかな。漏れそうだね、早く早く。いやいや、これ合ってますよね。合ってますよね。合ってる合ってる合ってる。上上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 。今、ゲートが開いたから。そうね、ゲートの先行って。これで左に。いいよ、よし、敵は片付けるから。お、バリア係、バリア係、下にしたよね、下になんかいるね。オッケーオッケー、悪くないよ、悪く、あー食べましたよ。っしゃ、じゃあこれでもう出よう、左、真左、オッケー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 、します。お、ちゃんとバリアもやってくれる。いいね、いや、いいよ、順調じゃない、これ。いいよ、で、上よ、で、上、抜けたら上よ。5000円くらいですよね。肉のシーン、上よ。分かってます、何ですか上も分かります。防災の方が。あ、いいよ、オッケー、そうです。あ、罠か。やっぱ2人組のところは敵が出るんですね、これ。ちょっと早めに移動した方がいい。あと1匹、右側にいます。回転を、いけるかな、いけるか、勝ってよ。よし、あ、出た、左、左ですか。打つ人が、オッケー、やべ、いっぱいいる。よし、で、上か。上ですか。お、体力も回復した。なんかね、仲間を助けると体力も回復。2分50秒。これやばくないですか。いやいや、まだ、さっき4分、2分しか経ってないから。え、上じゃない、これ上ですか。左下のマップに位置が何かなって。あ、ここだ。いいよ、そこ。一人のとこは罠はないでしょう。罠がいける。罠かい。あれに行くマップでワープのとこ行く。ワープといきます。右だ。じゃあ、下から行って右ですね。上から下から行きましょう。もうちょっとよ、それを超えて上を。これ、こっちですか。上。オッケー。わあ。わあ。え、プじゃなくて。わあってだけ。ちゃんとした発音になってる。そうなんです。じゃあ一回マップ見ましょう。はい。お、最後。右。で、これ右行ったらもう終わりだ。右でも左でも行けるじゃん、これ。お得ですからね、右の方が。確かにお得な右を選ぶ。でも1分半しかないんでね、優位は。よし、あとはもう助けて、ヤマトキャノンを任せるしかない。あっちにもいるわ。現場に着いてるってことは。現場？何現場って。現場じゃないですか。現場だけ現場では全部現場じゃないです。これ僕がどうしたの。危ない。いや、でもこっからまだハートのところに行かないといけないです。
あと1分で、あと1分であそこまで。多いな。ワープ使った方がいいのかな。ワープが、うん、ワープっていう手があるな。ワープ使った方がいいのかな。ちょっと一回見ますよ。マップ見ましょう、マップ見ましょう。失礼します、失礼します。今こそも。ワープ使った方がいいね。ですね。一回乗ろう。オッケーです、オッケーです、オッケーです。敵はほとんど無視して。まあまあ、ヒットポイントいっぱいあるから。体力も後から回復。いけるいける。いけるいける。いいよ。よしよしよし。水陣を飾ろう。でもなんかジェムが全然手に入らなかったですね、このステージね。あれはハテナとかないからね。ハテナとかもあるんだろうな。お、右下にあるよ、肉のシーン。ハートが。どうですか？余裕余裕。いや、いいよ。全然余裕だ、やっぱ4人いいっすね。キャリアもいい。多分序盤だからなんとか。よーし、よっしゃよっしゃよっしゃ。っていうかむしろ余裕じゃないですか。余裕確実です。これぐらいの難易度なんでしょ、本当はね。あ、ボーナスフレンドが一人つきましたよ。あ、じゃあちょっと多めに、うん、多めに。あ、お、これでもこっちの方がいいですよね、多分。エンジンを2個にした方が。もうもうもう、これ何？あ、これガムボールかいらねえな。いらん、いらん。これにしましょう。そうしましょう。エンジンステーションをマーク2にアップグレード。アップグレード。むっちゃ速くなったぜ。水浸しの廃墟。お、水浸し。めっちゃ速かったら困りませんじゃんか。速い方がでも。でもね、さっきみたいなタイムアタックの時とか。うわ、シールドいいな、これやっぱり。物理になってる。リムーバーは。あ、またメタルだ。リムーバーいらないですか。え、じゃあシール、え、リムーバーいらないんですか。操作のところにメタル2つ掛けします。します、ジェット。してみます。すげえ巻き火してんじゃないですか。ちょっと誰か操作してみてください。あ、2個になる。あ、2個になる。まあでもいいんじゃないですか。めちゃめちゃ普通だった。あ、でも、あ、でも全然 OK ですよ。攻撃力が全然。あ、右下はもうないんだね。あれはただのハートね。これもハート取ってみたいな。一応、取るだけ取っておいてみましょう。厳しいを残して。ここに誰が来たときに傷をつけるとこね。じゃあ、肉のシーンまた運転ここも一緒しようかな、これは。やったねえ、ねえ、どれがやりたいとかある？いやいや、運転はちょっと次キャノンやるよ、今回。多分普通だと思うから、ね、これがやっぱりノーマルというか。あ、もうすでに。あ、いいよ、順調よ。水流がある、水流が。水流に乗りながらという部屋で閉まっちゃったね。あ、現場って何なの？さっきから。どういう感覚なんですか？現場って何？どういう感覚なの？操縦していた、これはもう、はい、同僚に似てるのか。あれ、なんかあいつ倒せねえ。これ開けない、開けない。あ、今やな。脳みそがむき出しになった時だけ。あー、いや、何今の。いや、今は無理だわ。びっくりした。水流がやばい時あるな。おお、おい、あ、いいっすね、今のかっこよかった。待って。地図は？地図取りましたよ、さっき。変わんですか？はい、一回見ましょう。お、いや、なくないですか？え、全然ない。いや、あるか。まあでも、右上が？右下になんか緑の変なやつが、ね、ありますね。ちょっと気になりません。真下行ってみましょうか。真下行きます。下から右。うん。うん、これいけるんですか？マジでいけるいけるいける。連打したらいける。連打はそんなの大丈夫？分からん。適当に言ったけど全然やってないですけど。やらしいさん全然運転してないから。あ、いけないわこれ。左行きますかね。本当だ。時間はないの？うん、時間はあるステージじゃないステージ。いや、時間ある方が珍しい。さっきが、あ、でもいる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 。あ、本当だ、2匹いる。なんか行ってる。助けて、助けしてくれ。生きてる。海の中とか宇宙の中にさ、放置されるのめちゃくちゃ怖い。怖い怖い。あ、なんかでかい敵が来てる。わわわわ、そうね、そう、逃げた。うわ、なにあれ入らない。フリーザの噂みたいな。デスボール。なにあれ。これ怖い、これ撃っちゃダメだ、こいつのデスボール。怖い。撃つとね、多分デスボールが発動するんだ。でもどうしたんですか？ヤマトキャノンなら。ヤマトキャノンなんて撃っちゃダメだったから。ヤマトキャノンが一番撃っちゃダメ。
いやでも一発で殺せましたよ。いや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 、ダメだよ。それ俺じゃない、それ俺じゃない、それ俺じゃない、それ俺じゃないって言い始めてやばいっす。いやそういうね、責任がね、そういうゲームだ。操縦はもう一気に負担が来るんでね、勝ってあいつだけ倒せねえ。あれやばいやばい、持っちゃえばいいんじゃない。出たし、乗るしかない。あ、お、ビッグウェブさん、ビッグウェブさんじゃない。あの人が乗るんでしょ。あの人が乗るんでしょ。ヨモシンさん、今日の特集どうでした。どうでした。あ、そんな聞き方ないでしょ。書いて、書いた、書いて、久々に書いて、1年ぶりらしいし、1年ぶりだよ。1年書いてないのになんでそんな本書いたの。右じゃない、結構敵の攻撃が苛烈ですね。いやいや、4人に見合うようになってる。どうなのかな、この2人って相当しんどいと思いますよ。2人なら多少敵は減ると思うけどね。いや、どうなのかな。いや、そうで、そうじゃなかったらおかしくないですか、バランス。おかしかった。あ、バナナ。さっきの、あ、なるほど。あ、もう終わりだ。早っ。いやいや、楽だって絶対これ。おー、いいですね。余裕すぎる。ギャラさんがちょっと緑のところ行ってきますか。ああ、そうね、せっかくだから。緑って敵じゃないの、緑色のマーク。いや、でもそれにしちゃ巨大すぎません。圧倒的、圧倒的な湖ぐらいありましたよ、だって琵琶湖みたいな。琵琶湖ぐらいだった。琵琶湖じゃない、琵琶湖があるんですよ、宇宙。宇宙でも琵琶湖がそれあるよ。宇宙琵琶湖、宇宙できるところに行っちゃう。いやだからミクノシンにみんなやらしてるんだ。いやーでもでもやっぱあそこ行った方がいいと思いますけどね、僕は。いや、ここ、いや、ね、いや、意味ないって多分。いやでもあんなに守るものがあるってことですよ、あいつら。上用してないのか、まだリムーバーいらないですね、今。多分ね、メタルなんだよね、これ。あ、フォージュームです。え、下にするかな。下にですよね。そうですね。うん、はい、レース。鉄砲撃つのも結構大変そうです。あ、じゃあ運転するよ。鉄砲撃つのはな、言うて人が多いから誰がしくったとか分かんない。あ、そうね。あ、落ちつつあるぞ。アイテムがめっちゃ来た。もうこっちからなんか来てるよ。さあ、誰か地図を。じゃあ、地図見れます。お、お願いします。あ、初めて地図見れるんじゃない。初地図。おー、いい地図。おー、このままだったら。幅のがいい地図だね。あ、でも上、真上にも緑のでかいやつない。ちょっと、いいですね。あるある。あれ多分敵だと思うんだけどな。でかすぎません？だってマップの下のマップで緑だったら、多分一緒じゃないですか。敵でしょ、多分。敵ですか。色一緒にします、これを。若干違う気しません？左下の。いやでも右にもちょっとありますよ。右にも。割り目みたいな見えてる。できるので。行ってみましょう。行ってみましょう。敵でしょ、ほら。いやでもめちゃめちゃ自流がほら。うわ。敵だったら。誰かバリアやってないの？バリア。じゃあ僕バリアやります。バリア。あ、これね。あれじゃないですか。あ、これだ。回るやつだ。あー、なるほどね。だから大きくなってんだ。たまに。なんだ。じゃあもうさっきそのまま帰ってればよかったんだ。じゃあ下から、左から回って上行きますか。そうしましょう。
こんな足なんか僕がいけねえみたいな。肉のシーンは本当にギャラさんの美学も気になってたじゃん。いや、なってたよ。っていうあれは行くべきだったよ、配信的に。行きましょう、行きましょう、行きましょう。あ、やばい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 、死ぬ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 。いや、これバリア、バリア大事よ、バリア。そう、バリアで壊さないと、あれね。あいつが産んだ卵みたいなやつ。あれはバリアじゃないとダメなんですか。うん、ダメというか、つい爆弾を撃っちゃうんで。なるほど、撃っちゃうと、あのデスボールみたいなの出てくるから。あってる。うわ、でもなんかめっちゃある。すげえある。すげえあるよ。重めですね。誰か、ヤマトキャノンにお任せください。バリアがあるから。お、しかもジムが来た。ジムか。うわ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 。バリアがね。さあ。よし。え、ジェムはどうなりました？ジェムあります。誰か。誰。使いましょう。せっかくだから。メタル。メタルはじゃあバリア。バリア大きくなる。そうですね。バリア2つにしましょうかじゃあ。このステージは結構しますよ。え？壊れた。食後壊れたね。なんか奪っちゃった。いや、なんか知らんけど奪っちゃった。なんか奪っちゃった。今何もしてないですよ、宇宙船で。なんか奪っちゃった。僕今宇宙船何もしてない状態ですか。そういうゲームなんですか。そういうゲームなんですか。範囲が広くなったっていう感じなんですかね。今バリアを右上にしてるから、はい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 。結構ちっちゃう。難しいな。結構難しい。結構難しいですね。いや、バリア気楽だな。バリアいいっすよ。バリア。やばいっす、やばいっす。めちゃくちゃ夢中になっちゃうから実況本気じゃないんだ。確かに。そうそうそう。あ、ハテナあるよ、ハテナ。あ、2個もある。お、来た。2個も。よっしゃー。マップか。マップですね。遊びます。うわ、なんか食いしん坊来てますよ、上から。上だね。上に2個ある。今まだ一人も助けてないんですよ。助けてないですよ。そう言われるやん。さっきはめちゃめちゃ効率良かったんですよ。いや、さっき成功…あれ動かない、動かない、あれ動かない。誰も誰も。じゃあ、ほら。あ、誰だ、僕の職を。すぐ奪うやつ。右腰、左にプレゼント届いてるから開けに行ってよ、ちょっと。あ、いいね、右腰にプレゼントだよ。子供じゃないですか、使える。違う。ビームジェムです。ビームジェムだって。ビームは…ビーム、せっかくだから上に重ね掛けしますもん。なるほどね。連打できるようになった。あ、日本になった。ガガン。増えるだけです。ガガン。そうそうそう。そうそう。さあさあさあ。ちょっと僕、どうしようかな、何しようかな。高速で僕回り続けます。バリア任せて。ヤマトキャノン撃ったな、じゃあ。ヤマトキャノン撃つっていう手もあるよ、確かに。撃つですよね、あんま撃たないのか。いや、見えない。キャノン回転してるからな。あ、強い。キャノン。あ、失敗。ああ、バカ。やべえ、バカ日程が。ないこの謎の気流。謎の気流。撃ってるって誰？誰？撃ってますよ。まだまだ。あ、あいつか。あ、いいよ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 。気持ち悪いっすね。うわ、うお、鉄砲が一番むずいんじゃないですか。いや、難しいけど責任があんまないから。まあね、一発のミスがね。そうないので。全然なんか頑張ったら何も褒めてくれそうだ。成功だけしかないから。あ、ないおお、ない。バリアうまバリアうま。今、イブシギンのバリアでしたよ。そうですね、もうない。おお、でもめっちゃ巻き火して攻撃できてる。あ、逃げる。え？そんなのなしだ。あ、たかえ？これどうしたらいいの？あ、いいね。追い出してもいいの？え、追い出すってあるんですか？ねえ、追い出し機能。よし、帰ってきた。追い出し機能。あれ、どうやって出るんですか？上から出るんですか？上にもね、もう一匹いる。いる。あ、
バリア暇だなぁ。バリア直すけど、このバリアつまんなくないですか。つまんねぇなぁ。だから、なんちゃらのバリアの方が楽しいですよ。なんか帰ってきた。お、運転うめぇ。あー、これ。バリアを。バリア。待ってください。バリアはい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 。後ろからも来てるビーム。やばいやばい。大にぎわいな。なんだこれ。ヤマトキャノン、ヤマトキャノン。今こそヤマトキャノン。あー、違うか。これでさ、やばいやばい。あー、やばい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 。下にハートがある、下にハートが。ハートの島が。よしよしよし。いいタイミングで。おー、うまい。誰も打たない。誰も打たない。誰か打って。誰か打って。よしよしよし。よしよしよし。完璧です。おっしゃおっしゃ。あ、でも前回までいかないか。下から来てます、下から来てます。食いしん坊が。食いしん坊。何を…マップを一回見ます。マップ、うわぁ、え、なんだ、いや、上からそういうんじゃないから。マップを一回見ます。ゲームのやり方までもそういうんじゃない。そういうんじゃないって言われてます。また抽選にかぶられない人にいるかも。どんどんさ、そんなに痛う抽選今まで。あ、爆弾来てる。 あれはね、打たない方がいいから。あ、じゃあ突っ込みますか。盾持ったまま。お、一応ね。おぉ、消せる消せる。誰か地図を一回。じゃあ僕は見に行きましょう。はい。地図すらも見えない。左行くの嫌ですね、あのサークルがあるから。そうですね。下行きます。一体下から左に行きましょう。そうですね。下に行きますか、とりあえず、ね。下から左でね。ここは、ああ、そうですね。この位置もね。いや、敵多いな。撃っちゃうとかね、卵を入ってた。どれどれどれ。あ、向こうがあれ卵なんですね。あ、これ縦でやったらどうなんですか。縦もね、ムチムチムチってけど、まあ縦がもうあるからそのまま圧死させられる。卵を産む前に殺しちゃうのがいいですね。そう、恐ろしいこと。どうして。いや、しょうがない、しょうがない。あー、すごいすごい。熱熱熱熱。アイスを抜くとき結構気をつけないと危ないですね。デスボール置いていくことがあるんですけど、デスボールで爆裂しちゃったらもう、あー、あー、これまずいぞ、これまずいぞ、やばいやばいやばい、まずいよ、まずいか、あー、ほらほらほら、これはどうしようもないですか。いや、無理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 、やばい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 、だいぶ体力やばい、行くしかない行くしかない、うわ、なにこの、シワ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 、ここに来てむちゃくちゃ難しい。いやいやいや、あ、でも、あいつら撃って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 、あいつら、あいつら撃つって、よし、よし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 、もう一直線に行きましょう、一直線に。いけるかな、エアコンとかいいっすか。一回落ち着かないとダメ。そうですね。止まった。回復してるわ。めっちゃ回復。いやいや、泡があるから。泡がある。あれ、打っちゃダメ、打っちゃダメ。いやいや、これで勝手に広がるやつ。あ、いけいけいけ。あ、ちゃ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 。あ、あ、あ、小さい爆弾も来た。増した増した増した。ここ無理だわ、ここで爆弾やられたら。ここきつ。